節のツイストを踊る YouTuber 高行です。こんばんは、こんにちは。いやー、ぽよさくさん見ましたよ、ツイストダンス。いやー、皆さんにもお伝えしたいんですけども、以前からね、私ツイストダンスダイエットというね、名前でですね、まあダンスをしながらダイエットもできるっていうね、チャレンジ動画を、上げさせていただいてですね、まあ皆さんに真似してくださいねなんていうふうに言ってましたところですね、なんと、私の YouTuber 仲間のぽよさくさんがですね、私のツイスト動画を見て、レッスン1のツイストだったと思うんですけども、なんとね、ダンスをしてね、動画アップしてくれたんですよ。本当にありがとうございます。しばらくね、ツイストダンスダイエット私お休みしてたんですけども、その動画を見てね、また私の心にこう火がつきましてですね、ツイスト熱がまたね、燃え上がってきました。ぽよさくさん、本当にありがとう、本当にありがとう。ツイストダンスダイエット一番、レッスン1からレッスン6だか7までは行ってるんですけど、なかなかね難しくて、もうレッスン1でね止まってしまってる方も多いのがね実際のところなんで、レッスン1のね本当に簡単な、まあ、ポイントをねお教えしたいと思います。ぽよさくさんね、こういうツイストをやってたじゃないですか。あれでいいんですよ。本当にね、ツイストって決まりがないんで、自分のねこういう踊りやすいツイストでね楽しく踊っていただければいいんですよ。無理してね、私の難しいのを真似しなくても、楽しく踊るのがツイストダンスですから、どんなんでもいいです。まあ、今ぽよさくさんがやってらっしゃったこういうツイストに、ちょっと私のをちょっとこう付け加えればいいじゃないですか。こうやりながら、こうやりながら、こうやっていくとか、こうやっていくとかね、はい、いろいろね試し方はあると思います。で、ぽよさくさんがやられてたのはレッスン1の、ツイストダンスの基本形ね、はい、でツイストダンスっていうのはもともとねアメリカでこう生まれて、もともとこんなんでしたけど、それが全世界へ普及していろんな形のツイストが生まれたので、私がやってるようなレッスン1からレッスン6、7まで行ってしまうようないろんなジャンルのツイストが出てきてるわけです。で、ぽよさくさんがやられてたのはこういう、この形難しいよね。ぽよさくさんへねアドバイスとしては、腰の位置がねぽよさくさん高かったかな。で、上半身が真正面を向いてたので、この足にねちょっと無理がいってしまってたんかなと思いますんで、はい、まず垂直に立ちます。はい、そして右足を出します。出しました。もうちょっと回してください。90度真横に足を出してください。で、かかとを立ててつま先をさらに寝かすということは、真正面を向いているとできないので自然と横を向くような感じになります。そうするとこの形ね、ここ三角形できてますよね。この形をねまずキープする練習をしてください。この形をキープ、はい。で、この形がキープできるようになったら、腰は中腰、結構低い位置ですよ。結構低い位置で、ここも膝結構曲がってます。中腰です、はい。こういう状態を作ってください。上半身は正直横向いちゃってます。でも頭は前頭は前、はい。で、この右手をこうやってこうやって、左手はこう、はい。この形をちょっとキープする練習をしてください。結構足にきますよ。これがね足腰のダイエットになりますんで頑張ってください。はい、はい、逆へ行くときはこの右足をこういうふうに、超辛い体勢なんですけど、
つま先とつま先がこう向かい合うぐらいこう寄せます。で寄せて離すと。で今度はまたさっきの逆の体勢をググッと作ってあげてください。はい、なので体は右へ行ったり左へ行ったりこう交互にかなり動いている形になります。はい、いかがでしたでしょうか。手はね、手もちょっと悩まれてましたね。もう手だけで練習しましょう。手だけで練習、手だけで練習しちゃってください。こうひねりを加えながらこういう練習をしちゃってください。はいということでね、ぽよさくさんのね、ぽよさくさんへの、まあ、個人的なアドバイスになってしまいましたが、まあ、レッスン1を練習してた皆さんにはね、いいあのポイントの紹介になったんではないかなと思います。ではね、ちょっと最後に、ツイストアゲインかけてやりましょう。しまった、また踊り出してしまった。いや暑くなってちょっと基本形から急にレベルアップしてしまった。毎度のことでごめんなさい。じゃあね。